合言姫のヒーリングムービー、今夜の映画はヘルドッグスでございます。9月16日からロードショーが始まりました。どんな内容なのか宮島さんにプレスを読んでもらいましょう。ヘルドッグス、真実は絶対明かせない、常識をぶち破るノンストップクライムエンターテインメント。復讐のみに生きてきた兼高はその獰猛さゆえに警察に目をつけられ、関東最大のヤクザ組織へ潜入させられる羽目に。任務は組織の若きトップ戸明が持つ秘密ファイルの奪取、警察の調査で相性が最も高い室岡との接触を手始めに着実にかつ猛スピードで組織を上り詰めるが、その先には誰も予想できない結末が待っていた。次々に起こる新たなミッション、そして続々と明かされる驚愕の真実、残酷なほどに純粋な息つく間もない怒涛の138分、この秋ヘルドックスが日本映画に牙を剥く。はい、地獄のワンコってことでございますね。そうですね、琴姫はあのちっちゃいプードルとか好きですけど、はい、まあどんな地獄のワンコかと言いますとですね、まあかわいそうなワンコたちですよね、裏社会ので。主役は岡田准一さんですけれども、岡田准一さんの、役者史上最も闇深いダークヒーロー、最も悪役っていうことですね。初めから悪者じゃなくて、彼はね、あの若い子をね、純真な、ね、はい、正義感に燃える警察官でした。でその時にすぐそばのスーパーにいる女性が好きだったんですよね、はい、ところがその女性はそこの従業員の方と一緒に、ね、銃殺されてしまった、はあ、どっかの悪い人に、はい、それで彼はね、その彼女のことをね、ちょっと前その悪者を見てたんですけど、うんうん、同僚が大丈夫だよって言ったから行かなかったんですよね。うん、それで守れなかったんで、ね、復讐の鬼になってしまった、はい、純粋な人だったらあり得るかなと。そしてね、もう彼のやり方で制裁を加えていって、とうとう警察に捕まっちゃったんです、はい、ところが警察は彼を留置するんじゃなくて潜入捜査をしたら、はい、ね、罪を許してやるって、なんかちょっとあの外国映画みたいですよね。まあこの映画外国映画みたいなんだっていう宣伝もしてありましたけれども、はい、それで、今までですね、警察官の出月君は、はい、これ岡田准一さんですけど、はい、警察から今度お前は兼高っていう名前にしろって言われて、それでタイに行かされました、はい、でタイの怪しげな、まあ、レストランというかクラブというかちょっと怖い感じの店の中に、室岡っていう悪いやつがいます。あ、悪いやつなんですか。そうなんです。室岡は死刑囚の子供っていうことで、小さい時からね、はい、普通の社会には入れてもらえないで、やっぱりそういう闇のグループに入るしかなかった。しかも一番の最古的な暴れん坊でございます、はい、はい、これを坂口健太郎さんがなさってました、はい、だいぶ頑張ってましたよ健太郎さん。もう顔がね、なんかね、歪みそうなぐらい頑張ってたと思う。で、はい、この彼とそれから、兼高だから岡田准一と坂口健太郎はすごいね、相性が 98% ぐらいいいんだと、はい、警察の調べによると、はい、でまずこの坂口に喧嘩を吹っかけてね、このグループの組織に入りって警察から命令されたんですよ、はい、で見事に成功して、兼高と室岡は2人で組織の中でどんどんとのし上がってきます、はい、で次にね、組長のサポートをするところまで来ました、はい、狂犬コンビは、ね、まさに闇組織の中で上り詰めようとしてました。さてこの先どうなりましたかっていうのはヘルドックスをご覧いただきたいんですけども、はい、このヘルドックスね、豪華な俳優さんがたくさん出てらっしゃいます。この組織の最高幹部の一人、トキ、トキっていう人、これを北村和樹さんがなさってました、はい、もう北村和樹さんに体中あの入れ墨だらけでね、はい、それでもなんかほとんど定時帯のパンツであのサービスしてらっしゃいましたけどびっくりしましたよ。目のやり場に困っちゃった。それから最も今回のミッションの目的の、若きトップ戸明、これをね、
みやびってあのギタリストがやってるんですけど、みやびさんはあのメイクなしで普通の素顔をさらせまして、はい、すっごい最も悪い役やってました果たしてどうなるでしょうか。ヘルドックスね、だいぶねあのハードな映画なんですけれどもね、なかなかね俳優さんの顔ぶれがいいので楽しめると思います、皆さん、ヘルドックス潜入捜査官は岡田准一さんだけではなかったんですよ。他にいたんですよ。警察の潜入捜査官なのに裏切って組織についたやつがいます。誰でしょうか。映画をご覧くださいませ。